はい、2歩目です。ご通行中の皆様の中に、国葬への招待状届いた方いるかな、いないかな。まあまあまあ、それ当然私の家も届いてないんですけど、はい、当たり前ですけどね、はい、でよ、つい先日辻元やら蓮舫やらが欠席するでーっつって、あのわざわざ欠席に丸したハガキをツイッターに上げとったが、もう勝手にすぎやって思うよね、はい、っていうことで面白いツイートと、それに対するカウンターがあったんでご紹介しようと思います。はい、宮本亞門っていう人が、どうしてこれが僕、あ、招待状ね、はい、何かの間違いでしょう、はい、間違いだ、それは政治家でもなく世界を見る会議すら呼ばれたことがないのに、もちろん私は行きませんが、だって。そして金的に丸つけたしか、ものを公開していると。はい、いいんだね、自由だよ、好きにすればで間違いだろうよと思うよ。どのくらいの範囲にあの招待状ばらまかれているのかね。はい、まあ、あのもしかしたらここをご通行中の、企業経営者とかいれば、もしかしたらもらってる人いるかもしれないね、役員とかでね、はい、ありえない話ではないと思います。はい、とはいえ、ほぼほぼほとんどの国民の家にはハガキも封筒も届いていませんね。はい、でよ、それに対する、カウント、藤原和恵さんという方が、宮本亞門氏は個人の自由権を行使しただけです。はい、まさしくね、もちろん私はこんな醜悪な演出で自己顕示する演出家が関係するありとあらゆるコンテンツを一生ボイコットしますが、そしてもちろん何とであろうと宮本亞門氏であるとあらゆるありとあらゆるコンテンツをボイコットすることは、これまた個人の自由です。はい、素晴らしいカウンターですね。はい、宮本さんが、国葬に行かないのも個人の自由、そして宮本さんが関わったコンテンツに一切、いや、ノー宮本するのも個人の自由です。はい、ね、それを集団的にプラカード持ってやらかすような連中がいるからややこしいんであって、基本的に誰がどの企業を好きで、誰がどの企業を嫌いで、誰が誰を好きで嫌いだろうが、それは個人の自由です。はい、それで犯罪を犯すから、暴行とかね、傷害とかね、起こすから詐欺とかね、起こすから問題なんであって、ストーカーとかね、起こすから問題なんであって、それをやらずに、ただ思想を自由にして、または竹を踏み交わせばです、パッカッカーってる分にはマジで自由であります。え、まあ、このマイク持ってる場では多少使いますが、それからね、終わって代表の事務所に行ったら文字の場所はっちゃけますよ。はい、同じです。はい、それも私の自由です。はい、この国は、我が国は自由が認められている国です。自由すぎる国です。はい、でも、対外的なこう共同体圧力で自由が若干制限されるような国です。はい、でも少なくても個人の自由を行使したところで、それが公共の不利益でない限り、何かの自由を侵害してない限りは何も問われることはありません。そういう国です。はい、ね、だから国葬に行きたくないやつ行かなきゃいいじゃん。はい、行きたいやつ行きゃいいじゃん。はい、好きにしろね。ただ法人が行かないのアウトだと思うぞなあ、静岡県知事と沖縄県知事。はい、以上であります。少なくても首長は行くべきだと私は思うわけであります。皆さんはいかがお感じになりますでしょうか。ありがとうございました。